今回の動画ではタイガースの最新情報として、前川選手の進化に野球評論家から絶賛の声が集まっている件について、そして岡田監督が不安な胸中を激白した件について紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。なお、このチャンネルは熱狂的な阪神ファンによる阪神だけに特化したチャンネルになり、阪神に関連しない動画は一切投稿しません。そのため、チャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまず、前川選手の活躍もあって勝利を収めた昨日の試合を簡単に振り返っていきましょう。タイガースが2連勝を飾り、勝ち越しを決めて迎えた第3戦。勝って 0.5 ゲーム差に縮めるか、負けて 2.5 ゲーム差に広がってしまうかは非常に大きな差で、重要な一戦となりました。巨人戦にめっぽう強いビーズリー選手、そしてタイガース戦でノーヒットノーランを達成した戸郷選手ということで、投手戦が予想されましたが、試合は序盤から大きく動きます。初回に先頭の近本選手がヒットで出塁すると、フォアボールなども絡んで2アウト満塁のチャンスに。この先制の絶好機で打席が回ってきたのが、前川選手でした。前川選手は制球に苦しんでいた戸郷選手が投じた3球目のフォークを捉え、打球はライト前へ。2人のランナーが生還し、重要な先制点はタイガースが奪いました。ビーズリー選手は一回り目をパーフェクトで抑えたのとは対照的に戸郷選手は立ち上がりから苦しみ続け、タイガースが毎回得点圏にランナーを進める展開に。3回に柿浪選手のタイムリーが飛び出し、3対0で試合は中盤へと進んでいきます。5回にはビーズリー選手がこの日初めて浴びたヒットを皮切りに1点を奪われたものの、直後の攻撃で3点を加え、リードは5点に。中盤にも得点を重ね、タイガースの一方的な展開となっていきました。大きな援護をもらったビーズリー選手は6回2失点でお役御免。岡田監督も、暑い中だから、6回くらいまで行ってくれればなと思ってたんですけどね。援護点、先にもらったんで、安心して待てましたね、と絶賛するピッチングで、5勝目を挙げました。7回から継投に入ったタイガースは、岩貞選手、岡留選手、漆原選手のリレーでリードを守りきり、9対2で勝利。前日の試合では弱気なピッチングが目立った中継ぎ陣に対して岡田監督が苦言を呈す場面もありましたが、この試合は3投手がいずれも無失点に抑え、危なげない勝利となりました。登板すれば3連投となる石井選手や桐敷選手、ゲラ選手を休ませた上で勝てたというのは非常に大きかったと思います。岡田監督も、まあ昨日の今日やからな、そら気合も入ってたやろうしな、後ろの3人もな、と中継ぎ陣を称え、理想的な勝利に満足げな様子でした。これで7連勝となり、首位広島と 0.5 ゲーム差まで肉薄。岡田監督は、勝ちは積み重ねなんでね。その結果が7つ続いたんですけど、まあまだまだこれから。勝負の月8月に入っていくので、時を引き締めましたが、チームのムードが非常に良いのは間違いないでしょう。この快進撃の要因となっているのが打線の復調です。後半戦に入ってから打線の雰囲気が激変し、ポイントゲッターが何人もいるような打線となっています。そんな打線において、1日の試合で難敵戸郷選手攻略のキーマンとなったのが、前川選手でした。前川選手は初回に先制となる2点タイムリーを放つと、2点差に詰め寄られた5回、6回にもタイムリーを放ち、5打数3安打4打点と大爆発。巨人3連戦で9打数5安打5打点という大活躍を見せ、3連勝の立役者となりました。高卒3年目ながら印象的な活躍を見せる前川選手について野球評論家の坂口智隆氏は、当たりが悪くても、ヒットコースに飛ばす技術が相当高い。ファウルにしないっていうことが大事な中で、しっかり前に飛ばせるっていうのも能力の一つで、それが高い選手だと思いますね、と絶賛。そして、前川選手が入団した際に監督を務めていた矢野明弘氏は、初回の先制タイムリーは戸郷のフォークにしっかり対応。体勢を崩されても、打つポイントに幅があるから拾うことができた、と分析しています。続けて、前川選手の良さについては、
泳いだところからの強さが前川の持ち味。そこからミートのゾーンを長く持てるからヒットコースに打球が飛ぶと言及。高卒3年目とは思えない技術力の高さを評価し、さらなる成長に期待を寄せました。このように印象的な活躍を見せた前川選手ですが、個人的に嬉しかったのが左投手の中川選手から放った3本目のタイムリーです。前川選手は左打者ながら対左投手の打率が3割を超えているように左投手を得意にしています。しかし前川選手は相手先発が左投手の時はベンチスタートがほとんど。左投手を打てないというレッテルを貼られているのか、スタメンの機会が奪われています。限られている左投手との対戦で結果を残すことが不動のレギュラーへの近道だと思うので、そういった意味でも中川選手から放ったタイムリーは非常に大きな一打でした。将来はクリーンアップを任せられる逸材だと思うので、左投手相手にも結果を残しスタメンの機会を増やしていってほしいですね。前川選手を含め打線全体の状態が上向きで、後半戦6試合中5試合で2桁安打を記録。1日のスタメンでは1番から6番までが後半戦打率3割以上という絶好調すぎる状態となっています。野手陣が揃って状態を上げていることについて岡田監督は不安な胸中を激白。今はみんな調子いいからな、そういう時は結構怖いけどな、そんなん打つなとは言われへんしと語り、一気に状態が落ちていくことへの懸念を示しています。岡田監督の脳裏にあるのは前半戦の得点力不足でしょう。前半戦は今と対照的に野手陣が揃って不振に陥り、極度の得点力不足に陥っていました。佐藤輝明選手や大山選手などを2軍で調整させつつ、最大の強みである投手力を武器に勝ちを拾ってきましたが、残り50試合を切ってきたこれからは主力を2軍で調整させる余裕はないでしょう。そのためここからは各選手が良い状態をキープするしかありません。さすがに今のような絶好調の状態が長く続かないと思うので、少し落ちてきた時にどれだけ踏ん張れるかに注目ですね。そして岡田監督は今後キャッチャーにも代打を出していく方針を明言。木浪選手を7番に上げ、キャッチャーを8番にした意図について、3人制にしてな、後半あそこに代打を2人行こうと思っとったからな、それで並べたんよと語っています。捕手3人制に戻しており、8番9番に連続で代打を出すことも頭にあるようです。前半戦ではほとんど見られなかった起用法で、後半戦に向けて戦い方を少しずつ変えていくのでしょうか。采配に賛否はありますが、昨シーズンの日本一監督でありセリーグで最も経験豊富な岡田監督、その手腕で優勝に導いてほしいですね。今後の戦いから目が離せません。今回の動画もご視聴いただきありがとうございます。阪神に関する動画をほぼ毎日投稿していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。コメントと高評価もぜひお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。